はい、こんにちは。棚木家動画ショッピングのお時間です。さあ、梅も咲き出しましたね。春一番、すごい強風が今咲いてます。吹いてます。すみません、ね、そう、今日はここちょっとね、関東の方にやってまいりました。早速です、ね、いきなりなんとロータリーじゃなくて、あれは飾りなことないんだけど、そう、アゼ塗り機をちょっと今回は装着してみました。はい、ちょっと少しここ動いてみようかななんて思ってます。はい、じゃあ行きます。ちょっと緊急で私が乗ることになりました。はいはい、これね、今のシートベルトつけなきゃいけないんだよね。これシートベルト、はい、これで、はい、さあ行きましょう。完全オートマチックなんですよね。はい、乗り越える、はい、乗り越える、はい、よっこらしょ、よっこらしょ。で、こうしてこの辺り、そこだ。で、じゃあ下げますよ。さあ、これ自動アゼ塗りが私にはできないんで、ちょっと持ち主にやってもらいます。はい、ここからは風が強くて声が聞き取れないので、機械音声で製品紹介していきます。トラクターから降りることなく自動で調整できます。ボイス機能付きコントローラー、ガイアマチック中に音声ガイダンスが流れます。2、オフセット用の微調整ができます。3、度の量が一目でわかる5段階の LED 表示。4、自動度量調整機能搭載。5、ドラムの高さを調整できます。素早くハンドルを左いっぱいに切ります。止める準備をします。ガイアマチック、アゼ際で、トラクターが旋回しても、旋回状況を判断し、ガイアが直進して、ほとりをかくまで塗ります。自動度量調整機能、ドラムに供給する度量を検出し、最適な度量になるように、自動でドラムの位置を制御します。追従式コールタ、ドラムの上下に合わせて自動的に、コールタの位置を調整します。天井追従機能、天井の高さに合わせて、自動で天井処理機が上下して確実に雑草を処理します。
ちゃうね。もうかなり高いよこれ。風が強くて隊長の声が聞こえません。なので機械音声で内容をまとめます。今回紹介した遺跡の新型トラクタービレックス DF50、 それと今回大活躍したアゼヌリ、小橋、オートアゼヌリ、ガイア、XRM770 遺跡、新型トラクタービレックスはこの価格、小橋、オートアゼヌリ、ガイアはこの価格。ご購入お問い合わせは、タナキカまで。隊長はシャーマンパパさんです。